プロ野球セリーグ順位表。セリーグの楽しみピカピカでくさ、世界すごい競り方してるな。世界混戦は楽しいな。順位詰まりすぎやろ。ヤクルトと中日に負け越したチームは一気に落ちるな。ちょっと連敗したらすぐ B クラスやからな。近年稀に見るデッドヒート。四つ巴のまま終盤まで行ったら面白い展開になる。首位巨人貯金も。内容的には巨人が勢いある。正直巨人が抜け出す気しかしない。巨人は不安要素が正直ほとんどないからな。巨人が一番穴なさそう。強いて言うなら再戦につなげるまでのリリーフがやや不安なくらい。阿部監督采配以外は有能な気がしてきた。ヘルナンデス来てからの巨人はまともやろ。巨人はヘルナンデスで何しても勝てちゃう状態になった。阿部巨人はヘルナンデスまでが頑張ってるけど、どっちかが夏バテした途端に失速しそう。巨人は岡本が調子いい間にどれだけ貯金稼げるかやろうな。岡本の調子が落ちたらまた打線やばくなるのかな。巨人もいきなり6連敗とかするチームやからな。まあヘルナンデスと大城いるからそんなに負けへんやろ。明日から横浜戦。明日から坂本昇格するで。レジェンドをベンチで腐らせるわけにはいかんから大城がベンチかな。巨人が明日から横浜阪神6連戦やから、ここで A クラスの序列決まりそうやな。ウォーは巨人の方が明らかに格上だからいけるやろ。今年横浜はビジターでやたら貯金作ってるから油断ならんだ。2位阪神ゲーム差 0.5。 阪神3カード連続勝ち越した。阪神は何が改善したのかわからんが上げてきたな。阪神は4位に落ちると急に強くなって上がってきたな。阪神は謎の2位力がある。阪神はここまで異常に点取れなかったから打線の調子戻れば空上がるわね。岡田が割と柔軟に控え組使うようになったのはちょっと怖いわ。阪神はノイジーミエセス降格させて野口とか使い始めたら運も向いてきたな。阪神の打線はまだ怪しいで水絡みの逆転劇やからな。しかも戸中の冷え冷えでも佐藤輝明が打つようになった。前川と島田小畑が躍動してるのも良い。明日から中日戦。中日戦、巨人戦と4勝くらいしたいな。中日は3点取れば9割勝てるから打線次第になりそうね。はい横浜、ゲーム差ゼロ。横浜も上げてきたな。オースティンが試合出てるうちは横浜強い。オースティンが離脱さえなけで安定して勝てるな。オースティンやっぱ怪我なかったら最強打者やな。横浜は筒香とフォード来たら完全体や。海老名もいた方がいいな。横浜は先発と打線は間違いなく良いからな。東の投球はコスパ良すぎるわ。ケンデル剣戻ってくるまでは完全体にならないぞ。横浜は中継ぎと守備が終わってるけどね。ビッグで2つは落としたのが痛いな。ビッグいないだけでマシーだよ。横浜は中継ぎ帰ってくるまで踏ん張ればチャンスあるぞ。メンデル剣、三島、安明、伊勢。三島安明伊勢が復活するイメージ湧かないけどな。次の先発は平 vs メヒア。今日は平伊藤のバッテリーかな。今日マッチアップ的に勝ちたいのはもちろん、平は8回くらいまでは投げてほしいね。4位広島、ゲーム差 0.5。 広島が一気に B クラスってすごいな。少し前まで広島独走とか言ってたのに。なんか広島かかってんのな。広島2試合で1位から4位転落は激しすぎる。広島はここからどうなるかやな。広島このまま一気に落ちる雰囲気もある。広島やっぱ戦力足りないよな。広島は打線が未だに復調してないからな。スタメンにシャイナーをって二度見ました。カープはシャイナーが覚醒すればすぐに上がる。広島は得点圏打率が上振れてたからそれが収束したのかな。広島はチニドラに勝つことを覚えないとあかんな。明日からヤクルト戦。ヤクルトも勝で6連敗中か。サンタナでなさそうだしヤクルトには勝てるよね。ヤクルトに松田で勝てなくなったら本当の終わりやな。5位中日ゲーム差4。中日さん、また叩き落とされてしまう。中日勝てないな。なんか借金5前後うろうろやの。5連勝してようやく借金チャラはきつい。中日はもう貯金作ることはなさそうや。中日は強気をくじき弱気を助ける義賊だから。広島から巻き上げた金をセリーグにばらまく義賊チュニドラ。自分は上がろうとしないのかな。中日はヤクルトがいるから大丈夫やろ。中日まではマジでワンチャンある。次の先発はメヒア vs タイラ。メヒアもずっと抑えられてないし普通に怪しいな。明日はタイラだから左打者だけどリュークオランドか。6位ヤクルト、ゲーム差 3.5。 ヤクルトが遠くなっていく。中日とヤクルト意外と差ついたな。後世だったのにヤクルトだけ突き抜けたや。だって6連敗中やもん。
ヤクルトはさすがに脱落なのかな。ヤクルトは塩見サンタナ、オランシ投手陣はいまいちやしきついやろ。ヤクルトは打ち勝つチームなのにサンタナ消えたのがマジで痛い。サンタナ離脱してからあまり勝ててない印象。今のヤクルトはボーナスステージという風潮。奥側のこれじゃない感すごいな。奥側は投げられるだけマシなのかもしれんけど150すら出ない。あの圧倒的な投球はどこに行ってしまったんだ。奥川くん普通の投手になったな。明日から広島戦。深刻な頻打にあえぐ広島相手にも負けるのかな。広島は打線が不調だから微妙に勝って高津監督延命しそう。広島に連